吉田健介から1893年10月19日は、幕末の儒者、幕臣、慶応義塾長。明治期の官僚、教育者、啓蒙者。名は、彦臣、竹里と孔子、健介は通称である。武蔵国江戸に、幕府都市、吉田貞八郎の子として生まれる。田辺関庵についてほど主の学を収めた後、小が茶系に指示。また、 袖川連載に漢学を学んだ。万円元年12月に、万書調べ書引き方出資となり、取締りを兼任。乱英書の翻訳をすることとなる。海外の新聞を公約するのを、筆記法が筆記した後に出版したが、これが日本における新聞の始まりと言われている。文久2年、外国舞踊支配書記、慶応元年同支配長益並み、同三年受赦金方に任ぜられた。 ここで、幕府外国奉行支配庁役同僚の福沢諭吉と、婚意になり、西洋旅案内などの著書に助力。福沢の弟子、小畑神三郎の役所、西洋学校規範の構成も務める。キュウリの別名となった、物理という名を初めて冠したとされる、物理訓網など多くの啓蒙書を執筆。明治維新後は、福沢諭吉を助け。 創世期の慶応義塾の漢学教授に就任したが、後に英学を教えた。慶応四年に慶応義塾を立ち上げるにあたって、福沢の名優として指導的な役割を果たした人物である。この頃の慶応義塾は、福沢、小畑徳次郎、吉田の三名が、塾長兼教授の最も高い地位にあったとされ、上杉麻布邸で、平田東介、内村良造。 曽根春吾や米沢藩の天笠杉主を指導。明治2年5月頃より、慶応義塾の英学教授を兼ねて、米沢藩の指定が、慶応義塾に学びに来た際、渡辺康輝や足立博士と共に、柏村清則、高橋秀松、海瀬里氏、柏原求江津などを教えている。その後、関新八、須藤時一郎らと協立学者を創立し、英学指導を行う。 明治政府では、私兵党、徳能良介の発案で、私兵士編纂主任として、大倉省司兵領に入り、第二本家兵士を編纂。文部省で、日本教育士、諸学特本の編集に参画。後に、気象学に関する翻訳もした。1893年10月19日死去。行年56歳。東京青山の教学院に埋葬されている。 ありがとうございます。